はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。ちょっと軽くね、うわ、興奮とかついた。すごいね、10数レベのやつで、まあすごいっつってもあんま嬉しくないんだけど、シャベルについてもさ、まあいいでしょう。はい、前回の続きのお話をしながら、またダラダラと一応家を破壊しながら遊んでいきたいなと思います。ここのね、鍛冶屋さんも作り変えてあげたいんですよね。もう全部壊しちゃうのもったいないかな。見て、鍛冶屋さんは壊さずにリメイクでいいか。一つぐらいね、残ってた方がいいですよね。ここはリメイクにしましょう。なので放流、ここもね、道こっちにつなぎたいんで、ここで一本またここ通す、でここに木生やす、どうだろう、ありかな。ここに木生やすイメージで、ここが道で、ここ入り口で、ちょっと広くして、ここ一本ビーって引いて、こっちにも行くと、うん、そんな感じで行こうかな。せっかくなんで残してあげたい。よし、どうしよう。そしたらどうしよう。家をどっかに建てていくか。ここに道引きますか。まあ引きながらお話ししましょうか。前回10年後のゲーム予想図の話をしようとして、どんどん話がそびれ、ゲームメーカーのハードのね、売り方同梱させたらいいのにっていう文句を垂れるっていうね、話で終わりましたが、10年後ゲームのね、文化というのはどうなっているんだろう。文化というか、まあハードですね、どっちかっていうと。文化はどうでもいい、ハードの話をしたいと思います。どうなってんのかなって。で、まあ10年って言っても相当変わるんですけど、こっからどう変わるかって難しいですよね。今、まあでもそんなもんなんすよね。何がって話をね、そっからちゃんと話せって。僕たちは今、まあ PS4 とかで非常に綺麗なゲーム、 3D でヌルヌル動くゲームを見てきています。でもう結構グラフィックとしては、なんだろう、完成されてきているような気がしているんですよ。僕らは完成されているかもしれないし、されてないかもしれないんですが、完成されているように見えますよね。もうこれ以上綺麗なのあるって、もうこれ超リアルじゃんみたいなね、話をすると思うんですよ。ゲーム遊んでる時めっちゃリアルやんって。まあリアルじゃないことが多いんですけどね、そのリアルじゃんっていう会話には。この話もできそうだけど、リアルじゃんって言った時にリアルだった試しが、まあ試しがないって言い方はおかしいけど、意外とリアルじゃないっていう、ね、なんだろう、まあいいや。そう思うんですよ。例えばグラセフとかをやって、なんだろう、人のね、生活している感とか、あとはグラフィックですね。まあグラフィックの話をしようかな。その、なんだろう、AI とかじゃなくて。ですげえ、もうこれ以上はないだろ、こんな綺麗なゲームって思うんですよ。ジオーダー。レディー・アット・ドーンという会社が作りました新規 IP。ジオーダー。ずいぶん前に多分動画の中でもお話ししましたが、ジオーダーもね、非常に綺麗なんですよ。びっくりしました。今まだ中途半端に遊んでるんですけど、めちゃめちゃ綺麗で、びっくりしたんですけど。それって多分、10年前、15年前に
ゲームを遊んでいた人も多分同じ感覚だと思うんですよ。僕たちは今この現状を生きている僕たちはドット絵のゲームを見た時に懐かしさを感じる人もいるとは思うんですが、まあ僕もそのちょっとノスタルジーな感じはするんですよ。ドットのゲーム遊んでたからね。まあギリギリドット、まあそうだね、ゲームボーイとか遊んでたしね。なので今でこそグラフィックの話をするとですよ、で8ビット8ビットとかのね時代、320ドットとかじゃないかな、ゲームボーイって。そんなにあった？ないんじゃないかな。どうする？ちょっと調べてみます。いや、いいか。本当にね、ドットの中で絵を描く。そんな時代でした。で、なんだろうな。まあ、その後すぐ64とか、僕はそのファミコンど真ん中世代ではないので、まあ、あったんでしょうけど、ゲームに触り始めたのがゲームボーイ。カラーポケットかな、ゲームボーイポケットからゲームボーイカラーとかそういう時代だと思うので、すぐにね64とかプレステがなんか気づいた時には家にあったかなとかで、すぐにね 3D ポリゴンとか 3D の時代に入っていったんですよね。そうか、うちにはあれもあったな。多分ね家族が好きだったんでしょうね、ゲーム。セガサターンとかね、ドリームキャストもありました。ドリキャスでひたすらシーマン遊んだ記憶がありますね。シーマン楽しかったな。ショップのお兄さんにね、ゲームショップのお兄さんに聞きに行ったんですよ。卵が生まれないって。攻略本買えよって話なんだけど。丁寧に教えてくれました、当時は。よいしょ。まあ、そんな中で、やっぱり、その最新を見てる人っていうのは、まあ今で言うとプレステ4ですね。プレステ4を見た時の僕の感想はこれ以上はない。まあないことはないんだけど、そのグラフィックだけを見て、まあ、こんだけ綺麗だったらもう十分だろって思ってる自分がいるんですよ。で多分それはマリオをファミコンで遊んでいた人もきっとそう思っていたんじゃないかなと。うわ、こんなのが家で遊べちゃうんだ。例えばそもそもゲームはこうアーケードが主流で、ゲームセンターで遊んでいた格ゲーが家で遊べると、ディスクドライブで PC エンジンで遊べるようになった。マジか。じゃあこれゲームソフト1本、まあ当時は1万円とかしましたよね。で買えば100コンティニューすりゃ元取れんじゃんつって、すげえ、こんなことねえぜ、ゲーセンで遊んでたゲームが家でテレビで遊べんだぜ、ゲーセン行かなくていいじゃんみたいなね。まあ行かなくていいじゃんとはまたならないとは思うんですけど、そういうレベルですよ。絶対とは言い切れないけど、そういう風な感覚を持っていた方もいるんじゃないかなと思うんです。よいしょ。でやっぱり自分が生きてきた一番最先端な部分、まあ当たり前なんですけど、常にね時代は動いているので、なので僕はプレイステーション4が今当たり前なんですよ。だってそれが今、プレイステーション4っていうか次世代機がですね、これちょっと語弊があるので訂正しますけど、他のハードも素晴らしいですよ。次世代機ハードで遊んでいて、いやこれはすごい、これ以上はないだろう。グラフィックだけですよ、AI とかね、その辺は抜きで、こんだけできんだったらすごいって思ってても、5年10年すると、いやすげえな、すげえの来たなってなるんでしょうね、きっとと思うんですよ。何の話してんだろうな。そうだからね、先をね考えるのって結構難しいって話をしたかったのかな。この先どうなるんだろうっていうのはね読めないですよね。ちょっとすぐ寝る癖つけなきゃ。おはようございます。うん、またちょっと話がずれてんだけど、じゃあ10年後どうなんだろうって考えた時に、でもやっぱりその最新の状態
の知識でいる自分は、そのゲームのねグラフィックとかそういう話で、これ以上どこをなんだろう見せていくんだろうって思うんですよ。 PS3 から違うな、ちょっとソニーの話になって本当申し訳ないんですが、ちょっとソニーの製品でハードをね買ってきた人間なので、ちょっと Xbox の話ができないのが残念で、買うかっていう気にはなってるんですけどね、ちょっとお話をするためにも欲しいなとは思うんですけど、まあそれを置いといて、 PS2 から PS3 になって HD 画質になりましたよね。で、初めてこう PS3 を買ってきて HDMI をつないだ時の感動ですよ。はっはってなりましたよ。何これって、テロンテロンなんですよね、映像がもう。何この綺麗な。で、今までも DVD とかで見てたんで CG、 まあゲームって大体 CG、 実写はほとんどないと思うんで CG だと思うんですけど、その綺麗な CG を見たっていう感動がとてつもなかったんですよね。こんな綺麗なって自分が動かせてしまう、こんなゲームあるのかと、もう終わった、ここでゲームの進化は終わったって思ったんですよ、僕の中でね。で、まあ遊んでいくうちに、で、やっぱりね、そのプレイステーション3が出た当時より、こう、どん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 開発、いろんなところが開発していって、後期になるにつれ、プレイステーション3の性能をね、こう、最大限に発揮して、開発ができるようにどんどんなっていくんですよね。まあ、プレイステーション3っていうのは、正直ソニーがね、まあ、ソニー大好き独自企画、ソニー大好きですね、僕。ソニー大好きなんですけど、あえて言いましょう。独自企画をね、しょっちゅう出しますよね、あそこの企業。でね、プレイステーション3にもそれ使ったんですよね。セルって呼ばれるね、CPU だったのかな。あれは CPU の部分なのかな。コンピューターの部分を、市販というか、その、汎用性の高いものではなくて、自分らで、専用のものを作ってしまったがためにプレイステーション3でゲームを開発するのってすごいお金がかかったっていう話を聞くんですよね。それはね、やっぱやっちゃいけない。だ、それの反発じゃないですけど、あの今ねプレイステーション4っていうのは、あのちょっとごめんなさい、咳が出そうだ。はい、戻ってまいりました。失礼しました。ちょっと連続でね、昨日の動画から連続で喋っているので、ちょっと喉の調子がいがらっぽくなってしまいました。ちょっと長時間喋る、なんだろう、訓練とかしなきゃだね。なんだその訓練、あんのかな、あるんでしょうね。顔の筋肉、あ、まあいいややめましょう。プレイステーション4のセルの話をしてたんだよね。そう、独自企画を作って開発しにくい環境を作ってしまったんですよね、プレイステーション3っていうのは。で、それの教訓を得てなのか知りませんが、今回のプレイステーション4っていうのは非常に、まあ、プレイステーション4に限らずなんですけど、インディーの会社がゲームを作りやすいようにしていると。まあ、これが一番美しい形ではあると思うんですよね。それはマイクロソフトも、ソニーも変わらず非常にいい姿勢で取り組んでいると思います。 Wii もですね、 Wii U も任天堂の方もですね、ちょっと日本にはねなかなか来ないんですけど、プレイステーション違う、Steam というゲームの、なんて言うんだろうな、販売サイトっていうか、まあ企業というかあるんですけど、 Steam と呼ばれるものが、僕はそこを月でよく利用するんですが、そこにはねインディーのゲームがあふれかえっているんですよ。で、そこにあるようなゲームが結構 Wii、 海外の Wii には来てたりするんですね。なので任天堂も、まあ、日本の任天堂もね、多少そのインディーのゲーム入ってきてますね、今 Wii U の。
コンソールの方に。もうちょっと、まあソニーも言ったらそんなに取り組めてないというか、まだあのリリースはできていないので、どこも変わらないとは思うんですけど、これからねどんどんインディーが盛り上がるんじゃないか。まあその話は置いといて、開発がね非常にしやすくなったんじゃないかなと思っております。何の話をしてここになったんだっけな。インディーの話、何の話をしてたんだっけ。そう、まあいいや。でプレイステーション4、多分 PS2 から PS3 でグラフィックやべえみたいな話したんでしたっけかな、多分一回止めちゃうと分かんなくなっちゃう、ごめんなさいね。でその後にね、ここにもなんか立てたいな。ここ一回繋いでみますか。1,2,3マス開けて、どうしよう。そうで、プレイステーション3からプレイステーション4に移行した時に僕が感じたのは、グラフィックももちろんそうなんですけど、ライティングがね非常に豊かになったんですよね。ゲームを作る上でね、そのライティングっていうのは非常に重要で、ライティングが少なければ少ないほどのっぺりした絵になっちゃうんですよね。光源の処理っていうのがありまして、でまあ僕も詳しくないのでね、あんまりここで偉そうに喋れないんですが、それがね豊かであればあるほどフォトリアルと呼ばれるような綺麗なゲームが誕生してくるんですが、それがね非常に発達して、処理速度ですよね。なのでコンピューターの処理というものが非常に素晴らしくなったのかな、ここまでの処理をさせれるんだっていう感じで感動しました。グラフィックはもちろん、でその処理速度と一緒に感動したのがフレームレートなんですよね。まあ出た当初だけなんだけどねフレームレートがバンバンに出て、フレームレートのね回も作りたいんですよ。今はちょっと皆さんフレームレートというものをご存知だという体で喋っちゃいますね。1秒間に何枚、あ、下に貼るの忘れてたすぐやっちゃうんだよなこれ。1秒間に何枚の絵を表示できるかっていうことをフレームパーセカンドって言って、フレームレートとか言い方をするんですね。 FPS ってよく書かれますね。でそれがですね非常に出てると、あ、綺麗だね、道が引っかかれてると、いいねいいね、道じゃない、下に松明が引いてあると、うん、浮かび上がって見えて綺麗、よいしょ。そう、そのフレームレートに感動したりして、まあ出た当初だけだったんだけどねっていうのは、やっぱりローンチに持ってくるゲームってそのテックパフォーマンスみたいなね、そのこのゲーム、このゲーム機はこんなことができますみたいなことを紹介するようなゲームが多いんですよと思うんです、僕はね。なのでなんだろうな、そういう無理な表現をさせて綺麗でしょ、これ PS4 なんだぜみたいなね風にしてくると思うんです、ローンチのタイトルって多分ね。てかそういう風に感じるゲームが多いんですよ。まあただそう出た当初はって話をしたんですけど、やっぱりねこうグラフィックを先行させすぎてフレームレートが安定していないゲーム、サイコブレイクとかね、サイコブレイクとか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 ね、サイコブレイクとか、あとあれだ、サイコブレイクとかね、非常にね僕ね本当にグラフィック中ではない、グラフィック中かって言われると別に中でもいいんですけど、結構気にするからねグラフィックも、まあ内容も必要ですけどグラフィックも同等に欲しいタイプの人なんですけど、まあ、ゲームによりますけどね、ポケモンめっちゃ CG で作ってくれとは思いませんし、そのゲームによってはそのグラフィックをうまく活用してほしいなって思う人なんですけど、こう自分に何かこの
なんたらちゅうというね、まあなんたらちゅうって言い方も好きじゃないんだけど、なんとかちゅうとつけるんであれば FPS ちゅうなんですよ。それはファーストパーソンシューティングではなくてフレームレートなんですよね。でやっぱりね、プレイステーション4はねフレームレートバンバン出るゲームもあるんですが、グラフィックを先行させすぎてフレームレートを安定させていない、させられていないゲームもあります。よいしょ。でなんだろうな、やっぱりそれってグラフィックを綺麗に見せたい、あとはライティングとかをたくさん焚いてね、で描写距離ですね、描写距離も性能に関わってきますからね。遠くまで描写できたらオープンワールドとかね、楽しいじゃないですか。なのでそっちを先行させすぎてしまうと難しいんですよね、その辺のバランスが。きっとコンシューマーのゲームってね、 PC だったら自分でね設定いじれますから、あちょっとしんどいなと思ったらこうパッパッパってビデオ設定すればいいだけなんですけど、コンシューマーっていうのはなかなかその辺の線引きっていうのはデベロッパー側がしなきゃいけないんですよね。僕らはもう与えられたフレームレートとグラフィックで遊ぶしかないので難しいところなんですが、その辺のね、なんだろう、感じを見ていると、まだそのフレームレート完全 60fps っていう時代は来ないのかな。でフレームレートっていうのは60出てればもうそっから先っていうのはほぼほぼ必要ないと言われています。世の中的には60以上出ててもほとんど気づかないという話が優勝多いんですよね。でそうなると、まあ今現状60頑張って出せているんであれば、今後はもう60安定版で、ゲームを作っていくべきなのかなと思います。なんか10年後のゲームの話全然たどり着かないな。でグラフィックの部分はそう、ライティングとかね、いろいろあると思うんですけど、今度はね AI とか、あとは処理能力、あとはストレージの容量も年々増えてますよね。もうアホみたいに携帯とかね、ガラケー使ってた時代って32メガの メモリーカードとか挿してましたよね。それで写真全然入るけどみたいな、本体全然入んないけどみたいな話をしていたと思うんですけど、今やもう1テラ2テラのねハードディスク当たり前で、なんだろうな、ゲームのインストールデータがね何十ギガ40ギガ50ギガいく時代ですから、でそれがまたさらに上でブルーレイの次みたいなのが来たりしてね、そうなってくると今度はその表現がまたさらに自由になるんですよね。何の話してんだろうな、分かんなくなってきたゲーム機ハードの話したいのに結局ソフトウェアの話しちゃってんだ。でそうなってくると今度は例えばですけど、グラセフとかだとオープンワールドの中で、あれって街の中で家の中に入れる場所って限られてるんですよね。まあ大体武器やアミュネーションっていうのかな、かコンビニぐらいしか内装を用意されていないんですよね。でオープンワールドって意外とそうなんですよね。そのグラフィック寄りなオープンワールドってスカイリムとかオブリビオンはすごいですよね。ほとんどの建物に入れますよね。あそこに建物あるって思ったらだいたい入れると思うんです、まあ、鍵がかかっているってパターンもあるかもしれませんが、それはねベゼスダのオープンワールドの本当強みだと思います。自由な冒険感っていうのは、でそういうところがなんだろうな、どん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 自由になっていく。例えば建物にもほとんどの建物に入れますとかね、そういうとこだと思うんですよね。でもそれってなんだろう、劇的なゲーム体験に変わるのかって言われるとまたちょっと違うのかな。
そう、普段ゲームやっててそういうところに観点を置いている人でしか気づかないんじゃないかな。うん、難しいところだな。しかもこの10年後先のハードの話とはまた関係ない感じになってしまってるけど、まあちょっともう25分なんでね、結論から言いましょう。わかんないよね。わかんない。まあ個人的にね、簡単に言うと、これもね長く話したかったんだけど、 4K じゃないかなって思うんですよね。次はその拡張現実、架空現実、仮想現実みたいな、ね、バーチャルリアリティもいいと思うんですけど、それも絶対プレイステーションムーブとか Wii リモコンで操作するそのスポーツゲーみたいに、ちょっとニッチなというかマイナーな遊び方でしかないと思うんです。こんだけ流行ってますけど、今世の中で、その世の中でっていうか流行ってない、そのゲーム業界で押されてますけど、やっぱりゲームする人でしかない遊びだと思うんですよ。ゲームしてる人がそもそもそういうのに興味があってちょっと買うぐらいで、本気で浸透させたいならゲームハードの人が同梱させて発売するしかないと思うんですよね。任天堂とかやってくれそうですけどね、そういうの。どうなんでしょう。まあ任天堂はハードが安く買えるっていうのも大事なところなので難しいんでしょうけど、そういうね、本気で企業側が浸透させに来ないと浸透しないものなんじゃないかな、仮想現実、バーチャルリアリティでと思いました。でやっぱりそうなってくると、映像をきれいにしたい、映像をきれいにしていくという意味合いでは 4K というのが今後ね、まあ 2K でもいいけど、まだね今フル HD と言われている時代でもゲームでは 900p とかね 720p という解像度でゲームは発売されたりしています。なので今後どんどん綺麗になって 4K はね本当にすごいですからね。 4K のテレビ見に行ったことありますか？僕ヤマダ電機でね、ヨドバシかな、 4K のテレビの前で立ってたらね、店員にめっちゃ勧誘されてマッハで帰ってきましたけど、買えない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 っつ当時、今安くなってきましたけどね、当時なんか70インチぐらいのやつをいくらだったかな、40万だか70万、しかもソニーなんですよ、だから高いんだよね、70万ぐらいの、どうすかっつって言われて、どうすかじゃねえよって、70万あったらパソコン組むわって、パソコンも組めねえよ、70万もねえよ。しかもその見るコンテンツが揃ってなかったんですよね、まだその時は。 4K で見るものって何があるのっていう、そういう状況だったので、まあいいか、そういう話だ。 4K がどん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 浸透してくれれば、またゲーム体験って変わるのかな。 4K の映像って本当に画面の中の絵じゃなくて、画面の中に物があるように見えるんですよね。なのでちょっとそういう映像を見ると、またゲーム体験って変わってくるんじゃないかなって。こうやって見てるときに、そこに物があるように見えちゃうんですよね。奥行きを感じれるんですよね。で疑似 3D みたいな、平面上で見る板の中に 3D で物が置いてある、そんな風に見えるんですよ。それがね、 YouTube で検索してみてください、もし気になる方は。自分のね、そのモニター、目の前に今あるモニターが 4K でなくても、僕も 4K じゃないですよ、 4K じゃなくても 4K のテレビを紹介している YouTube のそのなんだろうな、デジタル系のね、まあ、海外のチャンネルが多いんですけど、ぜひチェックしてみてください。びっくりしますよ、え、これテレビの中に映ってる絵なのっていうぐらいはっきり見えます。それは僕らが使ってるモニターからも確認ができます。 4K の映像を見るんではなくて、 4K の映像を映しているテレビの映像を見ていただけるといいかなと思います。何の話したんだろうね、ちょっともう早口で喋っちゃっています。なぜならもう30分、久々に30分ろれつも死にそうになってきたんで、そろそろここでお開きにしたいと思います。本日は長い動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。